ちょっと皆さん気づいたか分かんないんですけど、私は今回くまちゃんっていう名前をねつけてて、これは何かなって思われたかと思うんですけど、なんか今回名前どうしましょうってねスタッフに相談されて、どうしようって悩んだ時に台本を持ってた私の親指にくまちゃんがいたんですよ。このネイルにね、見てください、ここ分かりますか。このバレンタインがなったということでくまちゃんを乗せたんです。このくまちゃんと目が合ってくまちゃんにしました。くまちゃん、スタッフさんも優しくて、くまちゃんはすべてひらがなですかとか、丸はつけますかとかもう聞いてくれて優しい。全部ひらがなでお願いします。言ってこだわりのくまちゃん表記でした。はい。